ほい。おはようございます。なんか絶対二重だ。わかるぞ、カブレキには。ほい。よいしょ。おはようございます。ないじゃん。おはようございます。おはようしか言うことがないよ、さっき起きたから。よいしょ。ちょ、みんなの顔がよく見えるように近づこうね。赤ずきんの魔女と全く同じこと言うからな。よいしょ。あれ、赤ずきんだっけ？赤ずきんだよな、その。なんか、おばあさん、なんでそんなクソデかなみたいな言われたときに、え、お前のためやんかみたいなこと言うのって。よいしょ。ね、そうね、狼ね。おいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、間違えた。はーい、これをこうしてこう、ついでにだーって言ってこう。だーって言わないよりは言った方がいいからな。よいしょ。ダンダダダダン。うん、てかさ、みんなさ、ツイッターがさ、あの X に変わったことでさ、あのツイエラをさ、ツイエラのままにしていいのかっていうさ、あのお悩みがあると思うんですよ。これはあれですね、皆さんが今まさに悩んでることをカブレキが相談される前に解決してやろうのコーナーなんですけれども、うん、そう。でもカブレキ的には、あの何、ついつい忘れてしまいそうな開始報告ができて偉いの略で、ついえらのままでいいんじゃないって思うわって話。まあ本当はポストできて偉いとかにした方がいいんかもしれんけど、カブレキはツイエラの語感が好きだから、あのついつい忘れそうな配信開始報告を忘れずにいて偉いみたいなさ意味でさ、ツイエラで残しといてくれよって思うね。ね、ツイエラって言うし、ファボって言うぞ。いいじゃん。言ったらいいじゃん。よっ。それを省略してツイエラって言ってくれると嬉しい。でもツイエラもなー、まあいいか、そんな細かいことは考えずに。もうツイートと言わなくなったの、なんか公式的にはさ、言わないらしいぞ、もうツイートとは。どうなんだろうね。でもなんかリポストはあるじゃん、ツイート。え、エクシート？エクシート？ポストが公式？ポストすらでも投稿するって意味じゃん、あれは。だからツイートを投稿するのと一緒じゃんか。だからエクシートをポストするって言ってんじゃないの？違うの？わかんねえけど。わわお。ね、ふん、いいんじゃない？いいじゃん、その、いや、海外にかぶれた女みたいに、いいじゃん。あ、私も投稿をポストするっていうのね、分かったわみたいなことさ言えばいいじゃん。ね、いいじゃん。
ほんでさ、ね、なんかこう肌も美白じゃなくてさ、焼く方が可愛いって思ってさ、あの眉毛もキリッとさしてさ、で、ま、目元のメイクもアイラインだけさ、あの濃く入れるやつやろうよ。そんで、あ、ごめん、ついついイングリッシュが出ちゃうのよねって言いながら友達を減らそうよ、みんなで。はいじゃん、ね、あ、あんま伝わってない。ダメ、浅いあるあるかもこれ。あー、もう減らせない人もいると。そっか、まあでもゼロだったらそれ以上低くならんくていいじゃんね、あの最悪のとこまで行ったらこれ以上落ちることないしなっていうのと一緒で。ね、ゼロ、ゼロの人はそれ以上減らんからな。それ以上というかそれ以下というかな。素敵なことやんか、失うものが何もないんだから。うん、マイナスいくの？ああ、そっか、マイナスいくんか。まあでも確かに何の印象も残ってない人からやばい印象がある人にシフチェンするか、確かにありえるな。みんな先のことが読めて偉いな。うん、まあね、ちょっと虚数負の数がわからないお友達はちょっと難しいかもしれんな、この話は。でも好きの反対は無関心って話あるじゃん、そんなわけなくないって思って。無関心ってさ、デフォじゃん、ゼロじゃんか。で、好きはプラスなんだから、そのマイナスに行くだろうって思うんだよね、好きの反対は。ってカブラキは思うね。なんだい。そう、好きの反対は無関心って言うじゃんかっていう話をしてるんだけどさ、うん、でももうね、この話これ以上続かんから終わるんだけどさ。水を飲むぜ。ほい。だってそのデフォが無関心じゃん、ゼロがスタート地点なわけじゃん。そのごめん続けるよ。うん、スタート地点を、まあ、無関心とするじゃんか。で、そっからなんかアクションを起こさないとプラスにもマイナスにも動かないじゃんか。でも、まあ、なんだかのこうアクションが起きます。で、そっから好感度がさ、プラスに触れるかマイナスに触れるかってさ、わかんないわけじゃんか。で、一回どっちかに触れた後はもうそのそこから何も伝わんなかったらさ、じわじわゼロに戻っていくかもしれんけどさ、でもそれって反対ではなくないってカブラキは思うよね。って気がする。反対っていうかデフォじゃんってなる。なあ、まあでもな、数字使って人間のこと表そうとするやつってしょうもないからな。待って待って待って、まずい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 、
あぶねえ、寝起きでお口のブレーキがゆるゆるだぜ。まずい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 。あぶねあぶねあぶね。言ってない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 。理数系全員を敵に回したら理数系に対する偏見だろ別に。理系の人ってそんな人間を数字で表すことを生きがいとしてるわけじゃないんだから。主語がでかいぞ。まったくなあ。そうだよな、ほら理系で心外ですって言ってる人もいるよ。そうだよ、みんなそんなひどいこと言っちゃいけないんだよ。もっとさ、みんなさ、いろんな人がいるんだからさ、認め合ってさ、助け合ってさ、笑い合って生きていこうって考えないの？失望しました。さーてと。まあここら辺でね、カブレキがアクションを起こした結果、皆さんの矢印がどっちに触れたかは皆さんにしかわからないんですけれども。ね、今ね、実践で見せただけであってね、そんなね。やってみせただけであって、本心はねないからね、ここに何一つ。あえてね、やってみせただけ。あれじゃん、その理科の小粋な先生とかがさ、その危険を示すためにあえてちょっと危ない実験を目の前でしてみせるみたいなさ、そういうこと、そういうことなんだよな。デモンストレーションってこっちゃね。みんなだったらその辺もう組はなくても組み取ってくれるかなと思ったんだけどな。ですね。あ、そうだ、あれがあるんだ。さあ、みんなさ、ガムトークって知ってる？なんか何？こうさ、何？カードがいっぱい入って、ボドゲみたいなやつなんだけど、カードがいっぱい入ってて細長い、でそのカードにめちゃめちゃ話題が書いてあって、でなんかそのカードめくって出た話題について喋らんかいってやることで無限に話題が出せるんだよっていうのがあってね、ガムトークっていう、そう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 、ボドゲーというか会話デッキというか文字通りね、そうがあって、カブレキね、それが今ね手元にあるからさ、やる？えじゃ、カブレキ面白そうやんって思ってね、買ったからさ、買ったんだけどさ、マジで使い道がなくてさ、えこれみんないつ使うんだって思ってさ、思いながらさ、マジで持て余してるからここで使うしかないんだ。使っていいか。そう、あ、コメントも止まっております。マジ最近の YouTube さ、めっちゃ止まるよな。なんかそれも個性だよねって感じなんだけどさ、そんなことはないだろ。
じゃん。ほなまあめくるか。でもね、正直これねだいぶ怖いんだよね。柿の話しろって言われたもんね今ね。柿の話なんかないよな。もうちょっと先だもんな、柿の話が世界に出るのって。まあ頑張って柿の話してみるか。大丈夫、面白くなる？え、みんなさ道端に落ちてる柿って食べたことある？なんかかぶれきさ、ちっちゃい頃とかさ、あの近所の家がさ柿植えてたりとかするとさ実るじゃんか。でその実ってる柿をさ、あの頑張って食べようとするやんか、ちっちゃい頃ってするのね。かぶれきはしたのよ。みんなもすると思うんだけど、うん、だからさ、なんだい、こう木はさ高いから届かんので、登るのはさすがに怒られるってカブラキなりにね理解してんの。だからその今この瞬間に落ちてくるやつをキャッチするしかないみたいな、とかあとちょうどいい高さに実ってくれるのを待つしかないみたいなさ、その作戦の中でさ、カブラキは柿にありつこうとしてたわけ、幼い頃で。なんかまあその近所の柿の木をどうにかこうにか、どうにかこうにか一本なんとか取ろうと。今考えたら普通にさ、そのお家の人にさ、あの相談して一つ分けてもらえませんかって言ったら済む話なんだけど、子供のさちっちゃいカブラキにとってそれは敗北宣言も等しいからさあのおかえりうん、そう、それは敗北宣言と等しかったからさ、どうにかこうにかさ、まあなんかいろいろありとあらゆる手段を試してさ、うん、でまあ最終的になんとか一個ゲットしたのよ。なんとか一個ゲットして、カブラキはさあこれであの甘くてじわじわで美味しい柿が食べれるぞって思ってさ、あのかじったらさ、マジでさ全く甘みがなくてさマジで全く甘みがなくてなんかってなるけどさ、でもさカブラキがさもうありとあらゆる手を尽くしてさ、ようやくさ、あのずっとずっと手に入れたかったさ念願の柿だったわけ、それはカブラキにとってさ。うん、だからなんかそれでさ捨てるわけにもいかないしさ、でも本当にさなんかクッってなる味だしさ、なんかそこに至るまでカブラキいろんなものを犠牲にしてきたわけだしさ、なんかもうこんなことゴリゴリだよってなったことがあるんだよねまあそれ以来買った柿か美味しいから食べなってもらった柿しか食べないようになりましたね、カブレキはっていう話話やないかとほほそう、そうやってあの大人になっていったんだよね、カブレキはまだ見終えたよね。うん、書き話いけるじゃん。え、ガムトークいけるやん。ちょ、次もっためくろっかなえ、あと次写真の話だって。写真の話、あー、どの写真の話。いや、カブレキさ普段さあんま写真撮らんのよ。そん何、自撮りとかもしないし物の写真も撮らないでさ、なんか今ここでこの体に刻みつけるライブ感の方が大事やろがいって思ってさ、あのスマホのカメラとかフィルター通しちゃうとなんか違うってなっちゃって、写真は写真で好きなんだけど、でもなんか
今この瞬間を感じる方が大事じゃ、大事じゃないんかって気持ちになることがさ、ちょこちょこあってさ。うん、何？そう、別に自分の顔が気に入ったら鏡見るし、自撮りじゃなくてって思ってさ。花火とかもさ、いや、今この目に刻みつけることを優先したいみたいなさ。わかる？その瞬間じゃんかと思って。うん、ね、そう。え、でもだから上達しないんよ、写真が。結構いつまで経ってもさ、下手くそなんだけど、写真を撮るのは。同世代の友達とかめっちゃうまいわけ。その自撮りとかさ、みんなで集まって写真撮るよってなった時、なんかそのカメラの持ち方とか表情の作り方とか、なんかポーズとかが全部うまいのよ。でもカブラキーはそのお仕事でしかさ、何、撮られることが普段ないからさ、なんか大学生のさ写真にさ、いまいちならんのよ。うん、だからね、すごいなってマジで思うんだけど、なんかカブラキーも練習するべきなのかなって迷ったりもするんよね。うん、でもなんかとりあえずポートレート使っときゃいい雰囲気になるとかさ、あの構図的にこうあるじゃん、画面を縦横それぞれ3分割して、その線が交わるところになんかこう写したいものを写すといいぞとかさ、なんかあるのね、その黄金比みたいなのが写真って。あとはこう左右対称の写真を風景で撮りたいんだったら、スマホのカメラだったら上下逆にして地面に近いところからこう写してシャッターを切ると迫力のある構図になるよとかさ、そういうなんかチップスみたいなさ、小技がね無限にあんのよ、写真って。でカブラキが聞きかじった程度でこんだけさあるってことはさ、多分もうさ深く掘れば掘っただけさ出てくるわけ、そういうのって。だからね、勉強してみ、写真として勉強してみたいなとは思うんだけど、いかんせん日常の中に写真を撮るっていう動きが組み込まれてないせいでさ、なんかマジ資格の勉強みたいな感じでさ、こう本腰入れて勉強するぞって思ってやらないと、これ一生やらんぞって思っちゃってさ。それがね最近の悩みなんだよね。うん、ね、って話。カメラね、カメラもね家にあるんだよ。一応そのお父さんのカメラとかあって、カブラキ昔旅行行った時とかにさ、その家のさちょっといいカメラをさ借りてってさ、なんか写真をいっぱい撮っちゃおうかなとか思ってたんだけど、いや違うんだよな。もちろんそのスマホで撮るより迫力が出る写真が撮りやすいとか、なんかこうカメラを構えることによってちょっと気持ちが入ってこだわりやすくなるみたいなのは感じたんだけど、いや基礎練が足りてないわこれってマジで思うな。うん、だからさ、なんかさ、これすっごい昔の話だからもういいと思うんだけど、なんかちっちゃい頃とかにさ、あんなにヘアカットのモデルさんとか頼まれたりするじゃん、道歩いてると。そう、あれをさ頼まれたことがあって昔。うん、でなんかカブラキはね当時やっぱそのウキウキだからさ、え、やりますって言ってさ、あのさやってさ撮ってもらったことがあるんだけどさ、なんかその時にさ、めっちゃさ、当時さモデルなんかやってなかったからさ、カメラ向けられた時にさ、あのめっちゃさ緊張しちゃってさ、もうガチガチになっちゃってさ、なんか普段自撮りとかされないですかって言われて、しないですペショペショペショしないです。なんか普段自撮りする時の表情とかってもらえれば大丈夫ですよ。しないです
え、しないんですか？すみません、すみません、すみません、こんな田舎の人間が町に出て浮かれてしまい、すみません、ビショビショビショ。思って、でなおかつさ、なんかその写真撮ってもらった後、なんかビフォーアフターみたいな写真撮るわけじゃん。だからその何、病院の中こう案内してもらって、こうカメラ取り込んで確認したりとかしてる時とかに、なんかカブレキはその最近ツイッターで得た知識を今こそ生かす時だって思って、なんかそういうのってあれですよね、なんかフォトショップとかで加工するんですよねってウキウキで聞いたらさ、フォトショップ、いやみたいなさ、え、なんすかそれみたいなリアクションされて、写真の加工ってフォトショでやるんじゃないのって思って、ええ、なんすかそれ、え、あ、いや、なんかそういうなんか結構加工で、あれそれするときに使うソフトだって聞いたんですけど、いや、うちは特にそういうの使わないっすね、うん、結構こっちでやっちゃいますね、やれて、あ、あ、そう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 なんですね、って泣きながら帰りましたね、その日は。これカブレキの写真エピソードね。そう、皆さん普通にスマホで撮ってさ、無料アプリとかで加工されるんです。それかなんかいい目のカメラ使っても iPhone とかに取り込んでさ、そこで加工して使われたりするんです。特にね、その病院とかってさ、個人経営って言うとあれだけどさ、そのシリーズじゃなくてさ、そのお店だけで生きてますみたいなところが多いからさ、なんかね、わかる？わかる？そうなんだよね。いや、なかなか確かにフォトショーとか高いんだよね、その写真加工ソフトとか動画編集ソフトとか、その無料でできるやつとかたくさんあるんだけど、その有名で有料のやつってなるとめっちゃ高いんだよ。だからそういうのあんま使わないんだな。そうだよな、だって紙切る方がメインで、動画とか画像編集なんかおまけなんだもんな。うん、うん、まあ確かにそうだよな、しょうがないよな、うんって思いますね。じゃあ次のテーマに行こうかな。これさっき引いたやつ、焼き芋の話、焼き芋の話、焼き芋の話が出ました。焼き芋の話なんかあるかな。なんか秋の味覚の話多くないですか。別にいいけどさ、あー、かぶらきね、焼き芋ってね、味としてめちゃめちゃ好きかって言われると別に普通なんだけど、でもあのあるじゃん、石焼き芋お芋のトラックあるじゃん、あのトラックから焼き芋を買うのに憧れてて、なんかそのサザエさんとかでやるじゃん、焼き芋のトラックから焼き芋買う話。そう、あれがね、羨ましくてしょうがなくってね、うん、なんかね、ずっとさ、あれで買ってみたいなって思ってて、なんか中学生ぐらいの時かな、
にたまたま遭遇したことがあって、なんかチャンスだって思って、もう頑張って追いかけてさ、すいませんくださいって言って、こう買ったことがあるんだけど、あれはやっぱその売ってくれるおじいちゃんと話すのが楽しいんだなって思うよね、マジ。うん、結局石焼き芋の石焼きが何なのかはよくわからんかった。お金足りたんだ。あのそう、そこなんだよね。なんかその時の株式さ300円ぐらいしか持ってなくってさ、でもなんかおじさんにさ、なんか500円だよとか400円だよとか言われて、あの300円しかなくて、あのすいません、出直します、帰ります、カスでゲボでうんちです、すみませんって言ってさ帰ろうとしたらさ、おじさんがさ、お嬢ちゃん待ちなって言ってさ、なんか300円でさ、なんかちっちゃめのやつ、なんかもう本当は誰だけど、まあもうこれちっちゃめらしい、いいよって言ってね、あのおじさんがね300円でね売ってくれたの、めっちゃ嬉しかった。あ、ほらほら、悲しくない話もできるよなんか、え、いいんですかって思ってね、めちゃめちゃ嬉しかったっていう話。うん、ありがとうおじちゃんって言って、なんかその近くのさ、この赤スパありがとうございますよっぽど感動させちゃったかななんかそのおじちゃんの近くのなんか公園に行ってさ、その公園のさベンチでさ、食べるぞって思って食べた焼き芋がな、今まで食った中でいっちゃうまいんだ。うん、嬉しいね。あ、石から素敵ななんかが出てて芋が美味しくなるんだ、石焼き芋って。うん、素敵じゃんそうだから、なんか全然さ、もっとさ、今だったらいくらでもあれ、あの時よりさ、大きい焼き芋とかさ、なんか蜜がじゅわじゅわでお高級で美味しいよみたいなね、焼き芋とか買えるんだけどね、カブラキ絶対あの冬の焼き芋に誰も勝てないと思うっていう話。ね、ほらほらほら、いい話もできるやんか。うん、私ライブの帰りに、ね、牛丼も食べますとえ、でも実際カブレキさ、ライブの帰りはラーメン派なんだよね。うん、ライブの帰り終電で帰ってさ、なんかその一緒にライブ行った友達とさ、なんか夜中の2時ぐらいまで語りながら食べた豚骨ラーメンの味が忘れられないんだよね、カブレキの場合は。そっちだな。うん、まあ雪は全然降ってなかったんですけど。うん、だと思いますねなんかそのよくわかんない、その普段見るとだいたいいつ見ても閉まってるんだけど、でもたまに夜遅い時間に見るとふと開いてる時がある、不思議なラーメン屋さんがあって、あるのね、そういうのが。で、だいたい昼間とか明るい時間に近く通ってもやってないのよ。で、夜でも日によってはやってないのよ。なんだけど、その、それまでずっと空いてるとこ見たことなかったのに、その日、米津のライブに米津さんのライブに友達と2人で行ってきて、で、帰ってきたとき、なんか帰りたくないの、まだ瀬戸里の話とかしないね、ホクホクってしてた時にパッて見たらやってて、えあそこやってる、えラーメン屋さんじゃん、え行こうよって思ってさ、ここに入ってね、なんか食べてね、餃子も食べてラーメンも食べて美味しかった。でカブラキなんかその時さ、まだちっちゃかったからさ、こう友達と2人だけでさ、ファミレスとかはあるけどラーメン屋さん行くことなくてさ、
ラーメン屋さんに子供だけで行ったことってなくって、当時なんかすごい緊張しながら入ったの覚えてるな。美味しかった、めっちゃうまい。あそこまた行きたい、また行きたいんだけどさ、なかなかさ空いてる瞬間に巡り合えないんだよね。そういいでしょ、これもなんかいい話ね。何歳の時でも中学生とかじゃないかな多分。確かその時の米津さんのライブってルーザーが出た時のやつだから、トヨスピットとかでやったやつ、カブラキが初めて行ったライブじゃないかな。マジマジキッズの時。営業時間調べればいいやんって思うじゃん、検索しても出てこないのよ。でその店の看板とかにも書いてないのよ。もううわーって思って、わかんないのよ、誰も知らないの営業時間をね。その店主だけは知ってるんだろうけど、幻の店みたいな感じだよね。年バレない、カブラキ18歳だから大丈夫だよ。え、食べログとかあんのかな。なさそう、わからんね、どうなんだろうね。って感じかな。ほな次のカードいくか。ほな次のカードいくか。よいしょ。試合の話、試合の話だって。試合の話、まあそれで言うとマジで今二次校やってるよなって話するか。二次三次甲子園があるじゃんすか今世間ではさ。で今日の夕方5時から決勝が始まるんですけれども、そうなんとカブラキがベンチとして、所属してる二次三次高校が決勝進出したんだよね。1位通過とかで B リーグなんか出番あるかな、出られたら嬉しいな、ワクワクって思いながらね、楽しみにしてんだカブラキは。ほう。あにゃ、また野球の話か。いやわかるよ、なんかさカブラキーもさあんまさスポーツとかさ興味なかった方だからさ、なんか中高生の時とかさ、なんかなんだくだらねえスポーツなんざ、俺はここで読書を楽しんでんだからそのままそっとしといてくれって思ってたタイプだからさ、なんかその世間で盛り上がってるスポーツで盛り上がることを強制される感じみたいな感覚がねすごい苦手だったのね当時。わかる？その例えばさオリンピック開催されましたってなったらさ、みんなさうわーってなってる人たちがたくさんいるじゃん。で興味ない人ももちろんたくさんいると思うんだけど、でもその興味ない人が興味なくあることのさ肩身の狭さと言ったらなかったじゃん。だしそのわーってなってる側からしたらさもうすごい楽しいイベントになってるわけだからさ、そんなこっちの気持ちなんか知る由もないわけだから、その誰も悪くないのになぜか自分だけがちょっとモヤモヤしなくちゃいけないこの時間ってなったりしてたのよ、そのひねくれてた頃って。だしなんかそのみんな興味あって当然だよねみたいなさあ空気感とか苦手だったのね当時。
だんだんだけど、なんだろう、思春期終わってから大丈夫になった。うん、だからね、その何、それこそ二次校とか見るまでね、全然なんかちくだらね、何が野球だよって思ってた時期もねあったんだけど、こう自分が参加できたりとか、その自分の興味ある人とかがやってるってなったら興味持ちやすいなって思って、結構そこきっかけでね、あのしっかりルール分かったりとかするようになったから、うん、なんかそこから楽しみやすくなったなと思うわ。で、一回実際楽しめるってか、楽しむ側、そのマジョリティ側に入るとさ、やっぱ楽しいのよ。そのみんなが何で盛り上がってるかも全部わかるし、で、そのいやあれすごかったよねがさ、全部共感できる話題としてさ、もうそこら中に偏在するようになるから、あーなるほど、こりゃこいつはみんな盛り上がりますわなっていう納得感も自分の中であるし、うん、そう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 、だからね、なんかあの頃のカブラキの気持ちをね、あの忘れたくないなと思いつつ、でもこっち側に来てみるのも楽しいぞと思いつつ、でもあの頃のカブラキにこっち側に来てみるのも楽しいぞって言っても、あの絶対聞き入れないのよ、あの頃のカブラキは。なんだってうるせえよパシッってやるから。うっせえなパシッってやるのは分かりきってるから、なんかその無理に進めるようなことはしたくないんだけど、あの頃のカブラキに。でもなんかそのどっち側も知れてよかったなって思うわ。うん、その盛り上がる方を知れたのもいいなって思うし、逆にその輪に入りきれない感覚を感覚として知っているのもカブラキはあの誇らしいなと思うよ。って話、試合に関してはね、だから両方あって愛しいじゃんって話ですわな。うん、これ試合の話か。なんかんー、だからさ、ちっちゃい頃のカブラキ運動とかもさ全然できなかった時代があったのよ。その今高校ぐらいから人並みぐらいにはできるようになったんだけどさ、その小中ぐらいの頃はさめっちゃ苦手だったのよ。だからそのサッカーとか野球とかさ、学校の授業でやるじゃん。で、なんかそういう時もさ、なんかもう分かってんの、戦力に自分がなんないって分かってるし、なんかリレーのチームとかも自分は期待されてないどころか、あのマイナスに触れないでくれってみんなから思われてるなっていう気配を察知するじゃん。あ、みんな俺のことを多分足でまといだと認識してるな、戦力の上ではっていうのをさ、もう分かってるからさ。マジで嫌だったんだよな、小中の頃の体育。そうっていうのをね、そのそれも思い出すから嫌だったのかも、中高の頃は。そのスポーツで盛り上がってる人見るのが、って思うな。うん、あ、でもなんかできるようになっちゃうとさ、うん、できる側にさ、こう適合して生きていけるようになるからさ、ね、いいよね。そのサッカーとかもさ、なんか場に出られると邪魔だから、とりあえずキーパーねみたいな感じでキーパーに置かれたりとかしてたよな。うん、そう、懐かしいって思うわ。そうさ、自分でどうしようもないじゃん、そういうのってさ。勉強とかはさ、やりゃできるようになったのね、カブラキの場合は。カブラキの場合はやりゃできるなのところに、まあ、勉強的なのサムシングが入ってて、でもこれやってもどうにもならんなのところがあるじゃん。そこがな、嫌だったよな。うん、
まあそれでも今元気にやってますということで、イエイ。あー、共感できない人もいる。共感できない子、じゃあなんだろう、もうずっと昔からスポーツできてましたっていう人は多分本当に体育の授業ずっと楽しかったんだろうなって思う。 それこそさ、カブレキ高校からさ人並みに動けるようになってきたから体育楽しめるようになってきたのね。あとその先生が苦手じゃなくなったのもあって、そうだからこう何、その高校の頃の体育の楽しさを小学校からずっと味わってる人間がいるんだっていうことに気づいた時の衝撃たるやすごかったね。あ、なるほど、この楽しい時間が毎週決められた時間あったらそりゃはしゃぐわって思ったね。うん、って思ったりしたわね。あ、そう、体育の先生とか合わなかったな。なんか中学の頃の体育の先生めっちゃ厳しくてさ、カブレキなんか忘れ物とかにさめっちゃ怒んの。その女の先生の厳しさがそのわかるよね。なんで、うん、持ってきてくださいって言ったよね。いや忘れたじゃなくてさ、どうすんのじゃあみたいなことめっちゃ言ってくの。でも忘れたんだからどうしようもなくないっすかって切れるしかない状態でさ、あのぐちぐち言ってきたりとかさ、その言い方も厳しいしさ、なんかそのでできないとか忘れ物したりとかするとそのなんか周り10周してこいみたいなこと言ってきたりするタイプなのね。そのリズメをしてなおかつ走らせても来るから、えどっちかにしろよそれはってカブラキめっちゃ思ってたんだけど、なんか何もうだからカブラキなんかさ、あのリズメされてる人を見るたびにさ、もう代わりにブチギレそうになっててさ、なんかじゃあもう体育やんなくていいですよねみたいなことをさめっちゃ言いたいの。毎回我慢しててさ、であいつにだけは怒られたくない、あいつにカブラキの時間を割くことだけはしたくないみたいな変なこじらせ方してたからさ、絶対忘れ物したくねえなって思いながら生きてたのね。そう、うん、でなんかでもある日カブレキは体育で忘れ物をしてしまって、でその忘れ物をしてしまったことよりもあいつに、あんなやつに謝らなければいけない、こんなくだらないミスをしてしまったばっかりに、カブレキはあいつに今から謝らなければいけない、畜生っていう悔しさの方でさ、カブレキ泣いちゃったことあってさそう、そのあいつに謝らなきゃいけないっていう屈辱で泣いちゃったことあってさちくしょう俺のプライドがって思ってね。そう、でその時になんかその授業前とかにさ報告しに行った方が罪軽くなるのよ。その授業始まってから忘れ物したんだったらなんで言いに来ないのって言われるよりは授業前に行く方が罪が軽いのを知ってたから、カブラキはもう授業前に誰もいないさ、あの時間を狙ってさ職員室とか行ってさ、なんかさあのさあ呼び出してさ、先生あのすいませんあれ忘れました、チキショあやな謝罪だと、私がこの私が謝罪だと、チキショ覚えてろよって気持ちでね、あの泣き出しちゃってさ、あのなんで泣いてるのみたいなことをさ言われるわけ。そういうのにも突っ込むタイプの先生なのよ。うん、なんで泣いてんのみたいなこと言われて、貴様に謝るのが屈辱だからとバカめって思ってたんだけどなんかこんなくだらない忘れ物をしてしまったことが悔しくてみたいなさなんか変なごまかし方をしてさ、したらなんかさ、そのカブラキの根性が気に入ったのか、なんかそんな忘れ物に真剣に取り合ってくれるなんてってさ、あの思ってくれたのか、泣き落としが効いたのか知らんけどさ、カブラキさ走らなくて済んでさ、その日
なんかその自意識のこじらせがゆえに逆にめっちゃ熱血キャラみたいになってさ逆にカブラキちょっと気に入られたんだよなこいつこんなに体育の忘れ物に本気になってくれるなんてみたいな刺さり方をしたんだろうなね、そうっていうのがなんか中なんだろうな、わかんないけど13歳とかの時にあったなっていう話ありがとうございました。奇病、あのね、奇病の方が厳しいんだよね。その症状細かく聞かれて熱はとかさ、その熱がないと絶対休ませないパターンとかさ、もう本当に迫真の演技をしなきゃいけないの、その先生相手にさ、奇病を使うときって。だからなんかちょっとその気力はないなと思って。だし結局その仮病使うときも体育着には着替えろって言われるのね、その先生のとき。体育着には着替えた上で体調不良を報告して保健室に休みに行けって言われるから、いやその一回着替えるんだったらやるわいって思っちゃうんだよね。ね、その演技の気分じゃなかったし、もうね、その時はそう、なんか一回気がさせんの意味わからんよね。体操服で保健室行かされんの、そうにゃーでも本当に体調悪かったらさ、着替えるのもしんどいじゃんか。でカブレキはなんか仮病ばっか使ってたからさあんま学校でさ、ちゃんと具合悪くなったことは本当に少ないんだけどさなんだけどさ、でもさ、でも本当にしんどかったら着替えるのもしんどくないですかってね、めっちゃ言いたかったね当時。って思うね。カブラキね、奇病使いまくってたね。で小中の頃学校嫌いだったからさ、早退しまくっていや、しまくってたは言い過ぎだな。たまにちょっと、あ、もう無理だってなったら帰ったりとかしてたな。ですね。高校はね、楽しかった。そう、高校から楽しかったから、カブラキ。早退してどこ行く？家。家帰って、ツイッターしてた。はい、ということでね。あとは小説読んでましたね。そう思いますね。ああ、早退する勇気なかった。その辺カブレキ違うかもな。なんか、もうダメだ。こんなところにいられるかって気持ちになったら、そのめっちゃ迷うの、めっちゃ迷って、でもこのまま何も言わずにやり過ごしてたら、あと何時間とかで帰れるぞ。あとその後になんかこう何部活だけやったら帰れるぞってなって、それで乗り切れるときは。もちろんね、学校頑張るかって思ってたんだけど、なんか、あ、今日無理だってなったら割と帰ってたな。親に連絡行かなかったの？行ってたよ、確か。し、なんか親に迎えに来てもらうみたいなのも結構あった。その熱がなかったら歩いて帰れそうだったら歩いてみたいな。
あったけど。理由とか言わなくていいの。カブラキ大体頭痛だな。頭痛で乗り切ってたな。お腹の痛みは顔面蒼白になる必要とか冷や汗を出す必要があるんだけど、頭痛だったら割とそのカブラキさ、ちっちゃい頃よく頭痛くなってたから、そのあの頃の感覚を思い出して再現すればできるって思ってさ、うん、だしなんか本当に頭痛い気がしてきたなってなってくるの。わかる？そのあもう無理だってなってる時ってなんか大体体もさ、なんか調子悪い気がしてきたなっつってさ、本当に調子悪くなってくるから仮病じゃないしなっつって何かだんだんさ本当になってくじゃん。そういうちっちゃい頃の体調不良のふりって本当になってくじゃん。うん、あるよね。たまによくやってましたね。まれによくあるということで特に頭痛なんか思い込みで発生させやすいからな。あとなんか奇病のふりして帰るんごねえって思った。保健室行ってさ、あの体温計で熱測ったらさ、実際まあまあ熱あってさ、うえぇーってなる時とかね、ビビるよね ね、あるあるですわな。あ、そう、休んでいいとか帰っていいよって言われると急に元気になるやつね。やったーってなるよね。でもそのやったーってなってるのを悟らせないように、あ、すいません、まあ、本当にご迷惑をおかけします、なんかもう体調管理もね、できねえガキで、すいませんね、そろりそろりっつって、こうなんとか学校が学校見えなくなったかな、よしってなったら、ようやくあの丸めていた背中を伸ばしてさ、キリッとこう前を向いて歩き出すんだよね。いやーいいね。懐かしい。次の話いくか。じゃあ次の話題カード引くわ。食洗機の話だって。食洗機の話、ニッチだな。カブラキの家はね、まあまあ家族の人数が多いから食洗機があるんですけれども、実家でね、その食洗機を導入するまではさ、全部手洗いだったの、食器って。でもうなんか当時何とも思ってなかったんだけど、そのお手伝いでさ食器洗ったりとかするとき、でもさ、その食洗機が我が家にやってきたときにさ、こんな簡単でいいんですか、お皿をさっと洗って中にセットして、なんか粉の洗剤を入れて蓋を閉めてピッてボタンを押したらもうおしまいなんですか、って思ってさもういいんですかって思ってさうん、カブラキ実家暮らしだからあるよ。うん、マジで、しかも節水にもなるなんて本当って思ってね、感動したよね。そう、あとカブラキ初めてのバイトがさ飲食だったんだけどさ、そこでさ、あのクソデカ業務用食洗機を初めて見たときはあまりのデカさにビビったね。うん、なんかそのなんかその料理は個人経営でやってるお店でね、なんかそのお店のお父さんとお母さんと娘さんみたいな3人で営んでらっしゃってて、でなんかそこにバイトとかパートの人がこちょこちょこ入ってホールとこう皿洗いと担当するみたいな感じのやつね。
なんか業務形態のお店で働いてたことがあって、初めてバイトした時に。そうで、何その時にさ、こうお皿下げて、ちょっとロコちゃんお皿洗ってくれるって言われると、オッケー分かりましたっつってさ、あの裏行ってさ、こうまずこうこうちっちゃないやつをさ、ピッ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 ってやってやって、こうお水でさバーッつって洗ってさ、こう切って中に並べていくわけよ、お皿を。でこれは食洗機かけられないから手洗い、これは食洗機かけられるみたいなのさ、バーってやっていって、でこう何やるやん。でこう洗い終わったやつからまた使っていいよって出てくるから、こうそれをねまた並べてたりとかするんだけど、皿洗いやってたの顔いいのに、顔の良さと仕事内容は関係ないだろ。お前美人なお母さんに、え皿洗いしてるんすかって言うんかそうとかねやってたんだけど、かぶせるやつなんかどんなんだったっけな、ガレージみたいなさ、ガラ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 みたいなさやつだった気がする。うん。で、まあ、その食洗機を使ってお皿を出してまたこう並べてお客さんとこ持ってったりとかもしてたんだけど、あでなんかご注文決まりですかって言ってさ、運んでさペッペッってやってさ、あ顔いいと、えなんかねホールもね皿洗いもねなんか全部回してくださいみたいなパターンだった。こう何3時間ぐらい時間勤務時間がありますってなった時に、じゃあ2時間ホール出て1時間皿洗いお願いとか、今お客さん少ないからちょっとあのお願いみたいなことをね、こう結構何シームレスにやっていくタイプの職場だったから。そう私バイトもなんか1人2人とかだから、あレジもやってレジもやった、そうレジもやるし、そのいらっしゃいませ何名様ですか、空いてるお席どうぞって言って案内するやつもやるし、ご注文決まりでしたらお呼びくださいねって言ってやったりとか、こう注文聞きに行って、それをこうホールのお父ちゃんとかに何番なるまるですって伝えて、あいよーって言われたら、こうお盆をセットして食器を並べて、こっちで準備できるもの全部準備して、飲み物があったらお出しして、でこうできたら持って行って、終わったらお皿下げて、あのお皿洗って、でレジ打って、ありがとうございましたって言ってみたいな、全部やったのよ。全部やったのよってあれだけど、その何でもやってくださいねのお店だったから。そうあんま単純作業をずっとやれみたいなのはなかったな。あそう注文紙に書くタイプだった、そうそうそう手書きだった。うんだその後にさやったバイトだから、レジもさでもなんか自分で計算してくださいタイプなのよ。うんなんだけど、その後にやったさバイトがさ、うん、レジ打ちみたいな、なんか雑貨屋さんみたいなところでさ働いてたこともあるんだけどさ、そこはねなんかマジでピッピッピッってやるだけでさ、もう全部計算してくれるしさ、そのお支払い方法とかさ、こっちがタッチパネルでさ選んでいいしさ、もうそのお金もねもらったやつ数えなくていいんだよ、そのままさバーって機械にさバーって入れたら、もう切れ字がさ全部数えてくれてさ、お釣りも全部出してくれてさ、なんかあ、前々にお預かりいたしましたので前々にお釣りになります、ありがとうございましたみたいなことさ言うだけでよくてさ、へえこんな最新技術を投影したレジがあるのって思ってさそこねびっくりしたよね。なんか大手のとこだったからさ、結構そう強すぎる技術ってすげえって思ってね、マジえこんな誰でもできちゃうじゃないですかって思ったよね。うんね、でまあとにかくその最初にやってたバイトの食洗機はね、そのバイト中もあるんだけど、お店閉める時に掃除の時間があるんで、そのお店閉まりましたってなったら、こう使ったものを洗ったりとか、その椅子を上げて掃除したりとかさあるじゃんか。で何その食洗機も洗うのよ本体を。な何をそんな洗うことがあんねんって思うんだけど、でもやれって言われたからやるかと思って、なんかこうホースみたいなんでさ水を出して、そのホースの先を指でこうフンってやって、こう水の勢いをさシュワッてさせて、そのシュワッて勢いを強くすることで食洗機の中を洗いますみたいなね、メンテなのよ。
なんかもう食洗機の中に半分体ごとさ突っ込んでさ、隅っこの方とかやんなきゃいけなくてさ、なんかうわーうわーって思いながら、あのホースの水をめちゃくちゃかけて、こう何汚れとかがついてたらそこの汚れを落としてみたいな。めっちゃびしょびしょになるんだよね。手洗いでいいやん。なんか手がね入れられるほどね単純な構造じゃないんだよね。なんか手が届かないところとかあるから、そこはあの水でねシャーってやって、こう何食器洗ってる最中についたちょっとしたなんか固形のカスみたいなのを、そう野菜カスとかがたまるのよ、それを水の勢いで落としてみたいな掃除の仕方なんだよね。うん。でうわーってこう覗き込みながらさ、めっちゃ洗ってさ、でなんかこう床とかもさ全部さ水でわーってやってさ、デッキブラシでさジャ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 とかやってね。あ、皿に対して手洗いでいいってこと？え、それじゃあ間に合わんからな。でもな、ふんふんともね。っていうそのねクソデカスね食洗機を初めて洗った時に、これが労働みたいなこと思ったんだけど、うん、いやー経験しといてよかったなって思うよね。あ、食洗機まで洗うなら最初から手洗いで。でもそうするとね、お客さんがめっちゃ来てる時とかはね回転が間に合わんのよね。その食洗機はさお店閉めた後にさバッて洗えばいいからさ、いいけど、マジなんかお客さんがいっぱいいるときはさ、なんかはいはい早く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 足りてないよみたいなこと言われるから、はぁはぁいいいいってめっちゃなったから、絶対必要なんだよね食洗機って思うな。うん、こうあの皆さんぜひ飲食バイトを経験してみてはいかがでしょうか。そう思います。その作業、この一回食洗機突っ込んじゃえばさ、その食洗機さんが洗ってくれてる間に、じゃあ自分は先にこっちとこれとこれをやれちゃうなみたいなのができるじゃんか。うん、それがね多分ねでかいんだと思うわ。一人でさ同じ時間使って2倍の仕事ができるからさね。だしこう食洗機で洗いながら手でも洗うみたいなさ時とかあったりするよな。うん、時給は全然1000円ないくらいだったなマジ。うん、結構田舎だからさ、カブラキン。うん、で個人がやってるお店でみたいなとこだったから、土日だとなんかボーナスついて1000円いったりとかするかなぐらい。うん、だからこう何都内のバイトとか見てひっくり返ったもんね。そんなもらっていいんすかって思って。うん、って思いますね。都内はすごいぞ、もう全然1000円超えるんだから時給が。すごすぎる。嬉しい。って思うね。うん。そう、1300とかね、あるもんね。すごい、すごいって思うもん。いや、その分大変だと聞きますけれども、果たしてではある。カブラキヤンマ、都内のバリバリのとこでバイトしたことあるかな。多分ないな。うん、やったことないかも。やってみたいバイト。でもカブラキ水族館で働いてみたくってさ、
めっちゃ水族館の求人とか調べてたんだけどさ、でも大体水族館の人ってあの専門の資格というかさ、動物の知識が必要なんですよね。だからふんふんふんって思ってね、諦めましたね。そう、水族館ってバイトないんですよ。そう、資格がいるの。びっくりだよね、かぶれき知らなかったからさ。そう、獣医さんの資格とかが必要なんよ確か。ね、一般のバイトだともう本当にあのゴミ掃除みたいな、ほうほうほう、くらいしかなくて、うん、しかもっとペンギンさんに魚をあげて手が生臭くなって文句を言ったりしたいんだカブラキはって思ってたんだけど、あ、映画スタッフとかやったことあるな。あったあった。でもなんかさ、カブラキのうちの近くってあんまなくてさ、なんかその何、映画館に行くまでの道が大変すぎて、ふんふんふんってなってね、あんま長く続かんかったな。だし結局こうお客さんとして行く方が好きだなと思って。そう、映画に興味がありすぎるとね、映画に興味ありますっていう雰囲気を出しすぎるとね、逆にちょっとだるかったりするからね。映画スタッフって映画見れるの、カブラキはやんなかったけど、でもあの映画館でバイトしてた他の友達とかは、その何、勝手に上映中の他のスクリーンのなんかお部屋入って上映中の映画ちょっとチラッと見てサボったりとかしてたよとか言ってて、なんかこいつ本当にカスだなってカブラキは軽蔑したんですけど。うん、まあもうやろうと思えばできるっぽいな。だしカブラキお金払いたいって思っちゃうからさ、そのイエーイただで見れるぜのとこになくてさ、カブラキの中で映画って、え、金払わしてくれよそれはって思っちゃうから。だからあんまね、好きを仕事にするなってね、そんぐらいだと思う。なんかその変に情熱を持っちゃうと自分なりのこだわりとかが出ちゃうから、なんかバイトにするんだったらこういなせるぐらいの興味関心のところの方がいいと思うわ。うん、うん、ステッカーありがとう。って思うね。いや、わかんない、全然そんなことないのかもしれんけどね。えよ、その許可されてたらいいと思う。そのスタッフの人は自由に見ていいよとかがねあったら、めっちゃいいじゃんって思うんだけど、もうカブラキンとかそういうのはなかったからね。ポップコーン何味が好き？塩、塩バター、醤油バターも好きだけど、でも塩にバターをいっぱいかけたやつが好き。かな。キャラメルは普通かな。キャラメルも好き。でも、塩バターの方がもっと好きです。だな。でもキャラメル大人気よな。キャラメルが人気なのもわかる。うなずけるのよ。でもカブラキしょっぱい方が好きだな。ポップコーン、コンソメとかチーズとか味付きだったらしょっぱいやつの方が好き。甘いやつより。で飲み物は甘いやつにしたいんだよね。わかる。だからそのコーラとさ、ポップ、あの甘いコーラとさ、しょっぱいポップコーンをさ、順番こうに食べて飲んで食べて飲んでってして生きていきたいって心に決めたんです。ね、うん、そう思いますね。じゃあ次のカード引こうかな。
え、映画館フライドポテトが、あ、いいね、フライドポテトもうまいよな。もうちょっとこの話しばらくしよう。ポップコーン映画中に食べきれる？なんかね、意識して食べきるようにしてる。その映画に夢中になっちゃうと無理だから、そのポップコーン買った時は話が進みにくい序盤と、なんか説明パートが多いところと、あとエンドロールの間にめっちゃ食べて稼ぐ感じ。で頑張ってる。その序盤のさ、予告編の間にちょっと減らしたりとかしてる。やるね。でも上映前に食べ終わっちゃうと、それはそれでなんか寂しいから、こう箱の中をさ、あのさ、こうちょっとさ、手がどのくらいの深みまでいくかみたいなのもあるじゃん。ステッカーありがとうございます。だから、あ、まずい、ちょっとそろそろもうすぐ食べきっちゃうゾーンに来たぞって思ったら、意識してこうスピード落としたりとかする。ペース配分をね、やっぱ考えてね。あー、歯に詰まる。まあそんなところも含めて愛してあげようよ。硬い部分とかね、やっぱあるけど、でもなんかこれだけ美味しさを与えてくれたんだったら、多少硬い部分がガリってなってもかぶる気は全然許しちゃうなって思うわ。その予告編の CM いつもやってくれて本当にありがとうって思うよね。その時間ギリギリに行っても間に合うから助かる。ポップしてないやつとかもね、口の中に入れてこうシャコ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 のさ、美味しい部分がさ、なくなった後なんか口の中にポツンって残ってる硬いポップする前のコーンがいた時に、あー、なるほど、二人きりになっちゃったね、どうするこの後みたいな状態になる時あるよね。うん、どうする、カブラキの口の中に固いコーンくん一人になっちゃったけど、どうする？なったりとかするよな。あれはもう、あ、スーパーステッカーありがとう。あれはもうだから、そういう錠剤だと思って飲み込むか、こう何、吐き出すかの二択だよなって思ってさ。どうする、送ってこうか。でも今日この辺で解散にする。でも俺んちすぐそこだけど。なってさ、でも噛むとね、ろくなことにならないって知ってるからさ。さーてどうすっかなって思いながら、あの口の中で転がしながらこう映画をさ、黙って見てる時間ね。意外と人間の歯って弱いんだなってことを痛感。ポップコーンにさ、分からせられた時ほど惨めな時ってないからさ、あのカタカタのさ、ポップコーンに挑んでさ、歯がさ、カキンってなってさ、ってなった時ほどさ、生きていて恥ずかしい瞬間ってないからさ。もうカブラキはね、そんな誰も幸せにならない争いはね、避けてね、頑張るよ。もう飲み込むか吐き出すかしかない。噛む選択肢なんか最初からないんだって思う。って思うよね。うん。ね、あとはどこに吐き出すかっていうのもむずいんだよね。一人で行くじゃん、映画って。皆さん友達と行かれることも多いと思うんですけど、カブラキは一人で行くことが多いんですね。だから一人で行くじゃん、大体映画って。で、その時に今両端がさ、空いてたらいいのよ、別に自分の席が広々使えるから。なんだけど、その両端が、もう大人気映画とかで、もう両端が埋まってますって、両端がカップルですみたいなことになった時に、やばい、どうする、ここで下手にゴソゴソして
こうティッシュとかを出して横のカップルの注目を浴びたくないぞみたいなさ、なんかどうする、今ここで動くことによってなんかどうしたかなみたいな視線浴びたくないって思ってさ、こうティッシュ取り出す暇とかない、バッグの中に入れちゃった、あーってなるときとかさ、なんかどう吐き出す、君たちはどう吐き出すかって思ってさ、仕方ない飲み込むかって思ってさ飲み込むことが多いな、カブラキは。結局その時飲み込むのにさ、飲み物をいっぱい使うわけ、コーラとかさ、でそうやってなんか頑張って飲み込むためにさ、いっぱい飲み物を飲んでるとさ、今度さ、なんか本当にただ飲み物が飲みたい、そのコーラの味を味わいたくてさ飲み物買ってんのにさ、なんでこんな作業、もう薬を飲み込むための水みたいな感覚でコーラを消費しなきゃいけないのって思うんだけど、その今度その後美味しく味わいたい時に限ってさ、物これがさ全然なくてさ、シコシコみたいなさ、こうがもうズゴゴゴゴゴゴみたいな音が鳴る状態まで減っちゃってたりとかしててさ、本当に悔しいよね、もうだからね、結構ね、カブラキポップコーン買うとき買わないとき両方あるな。友達に誘われたら友達と映画行く、あ、誘われたら全然行くよ、だしなんなら一回見たことある映画でも行くうん、全然行く、友達とも行くし一人でも行くけど、なんか見たい作品があったらその見たい気持ちを優先しちゃうから、結果的に友達を誘ってこう日程合わせるっていうのがめんどくさくなっちゃって一人で行くことが多いみたいな感じかも。そうです、飲み物をでかくするとさ、今度はさいっぱい飲まなきゃって飲みきれなくてさ、お腹もタプタプになるしさ、体も冷えちゃうしさ、なんかもうああはあふん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 ってなっちゃう、だから本当にむずいよねって思う。でもなんかそのむずさも含めて愛おしいよねそう、でかいやつってでかいからな。って思いますね。パニック映画って好き？なんかあー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 って思いながらこうみんながさキューってなっていっぱい逃げてくやつとかはなんかって思いながら見てるよ割と、ね、好きだね。パンフとか買う、え、はあ、なんかめっちゃ気に入ったら買うし、あれも持って帰る、チラシもめっちゃ持って帰る。なんか映画館の横通りがかってさ、あーめっちゃ見たいけどこの後予定があるから今日は見れないんごねーってなった時は、こうチラシ売り場だけ行ってさ、なんかいくつかペロペロペロってさ、いくつかさ持って帰ってさ、よし帰るぞって言って帰ったりとかする。持って帰ったチラシはファイリングしてるよ、カブレキは。クリアファイルみたいな、わかる？いろんなやつが挟めるやつあるじゃん、そのなんていうの、その中にさコピー用紙とかがさしまえるさ、クリアファイルみたいなのがいっぱい、こうペラペラのクリアファイルがいっぱい挟まったファイルみたいなさ、バインダーみたいなさやつ、100均とかで売ってるやつ、そうあれにね入れてたりする、そのビジュが好きなやつとか、そう説明書ファイルできるやつとかかな、そうかも、A4 の紙がひたすら入るよってやつ。長い時間かけて結局捨ててしまう。いやわかるー、そのさ貯めてさ結局さ、なんかまあ一旦これいいかなみたいな捨て方をねしちゃったりとかするんだけど、でも大丈夫、そのさだって
気持ちも時間もなくなんないから、まあそれもまた一興かなってカブラキは思うな。わかるわかるわかる。いつか捨てると分かりながらもね持って帰ってるねカブラキは。ね、ああそう、見よう見ようと思って上映期間逃して後からこう配信されるのを見て、あの時のってなるよね。ある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 。って思うね。パンフとかたまにさグッズとか売ってたりするじゃん。ああいうのもさいいよな。ああいうのもかぶれき結構見るの好き。グッズ売り場みたいなところを映画始まる前とか映画終わった後にさ時間ある時とかはね見たりとかするな。アコーディオンみたいになるファイルもあるよね。でもあれかさばるからな。カブラキ紙めくる感覚が好きだから一枚一枚ペラペラできるやつの方が好き。学校持ってく時はアコーディオンみたいなさ、あの無限に入りますよみたいなファイル持ってったりとかもするけどね。映画館の量り売りのお菓子とか買う？買わないかも。なんかその毎回さ、あのあれでしょ？その新宿のさ、東宝シネマ新宿みたいなのゴジラがいるところとかのさ、やつにあるやつでしょ？お菓子の量り売りがあったりとかするんよ。そう新宿の東宝シネマズなどによくある。お菓子の量り売りコーナーがあったりするんですけど、映画館の中に。あれはねー、カブレキ買わないね。なんかマジグミとかもうキラキラして、マジ量り売りのお菓子ですみたいなお菓子がいっぱいねショーケースみたいなとこに並んでてキラキラしてて、なんかその好きなものの好きなだけ取りな、金で買えるよみたいな感じでね展示してあって、なんかマジでカブラキそこ好きすぎてさ、なんか3週ぐらいしちゃうんだけどさ、3週ぐらいしてうん選びきれないよって思って、結局俺はカスですって思いながらいつものポップコーンを買いに行っちゃうんだよね。そう、映画館で量り売りやってんだよ。おもろいよね結構ね。皆さんね、なんだろう、大きめの映画館とかじゃないとあんま見ないから、そのね都会まで出てこないとねなかなかないんだけど、ぜひ、あと広いところとかねに行くとたまにやってたりする。ぜひ、あんま地元でありますって人は聞かないかも。田舎だけどある。いいな、めっちゃいいじゃん。東宝シネマズだとあるあるか。何年一回それだけ買いに行った。いいじゃん。あまり小さい映画館行ったりするけど、でも小さい映画館ってさ、この小さい映画館でだけ適用されるなんかマナーとかルールとかあったりするかな。そわそわドキドキってするから、その結構そこでだけで緊張しちゃうから、その緊張を楽しめる状態じゃないとハードル高いなとは思うわ。あるよね、ホームシアターじゃないけど、こうマジさ1スクリーンだけしかない映画館とか、その1スクリーンの座席の数も30席ぐらいしかないですみたいな、こう隠れ家的な映画館ってね結構街の中いらんなところにねたくさんあってね、なんかもうチケットも全部手動ですみたいなとことかねあったりするんよ、たまにね。そう小さい映画館とかあるのね。そうポップコーンとかももう売ってないですみたいな、たまにあんのよ。そこまで行くとなんか、お邪魔しますみたいな。マジ緊張する、ああいうとこ行くと。そう個人が趣味でやってたりとかも、好きな映画上映してるだけじゃんみたいなね、趣味全開だったりとか
するんだけどね、いいですよね。ポップコーン以外買ったことある。それで言うとさ、なんかあれはかチュロスのさ砂糖の量をさおかしくないですかって話をしたくってさ、あのさ何映画館でチュロスが売ってるだろ、であれの限定のフレーバーとかあったりするだろ、でカブラキはその限定っていう単語に弱いからさ、たまにさ買うの映画館のチュロス、たまにってかこないだ結構前だけど買ったことあるのって言ったら、座るじゃん、で食べ始めるじゃん、サクッてこう一口サクッて食べると周りの砂糖がもうポロ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 シャラシャラシャラポロ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 落ちまくってさ、もうカブラキその日さ白いお洋服で行ってさ、でそのフレーバーさ赤かったからさ、もうなんかもう白い服がさ赤く染まっちゃってさ、あー貴様ーってなったね。だからあの音が出ないイコール映画向きではないだろうって、なんかもう落とせるだけ落としてくれ砂糖って思うよね。それかあの液体チョコをかけた後固まらせてくれって思う。頼む、そうしてくれ。そしたらカブラキのこの白い T シャツは無事だったんだ。そんなだしさ、映画館のさ座席ってさ、そう今コメントにもあったんだけどさ、あの背もたれとかに持たれるとさ結構さ何滑り台みたいになるじゃん、上半身か顔から腰にかけてがこう滑り台みたいに斜めになるじゃん、だからまんべんなく服にかけることができるんだよね。そう、だからまんべんなく染めることができて T シャツを、いや本当に嬉しいよねって話もう泣いちゃったよ。なんかせめてねチュロスとか出すんだったら大きめのカゴだったりこう袋みたいなのが欲しいけど、あのさあホットドッグ入れる用のさ挟む紙みたいな、あれ一枚だけ渡されてもさ武器としては心もとないぜって思うよね。ね。思うよね。そう思いますね。でもそんなリスクを背負ってでもカブラキはチュロスを食べたいんじゃい。文句言うけど、後から結局文句は言うけど、でも買いたいって思ったんだもんって思いながら食べてる。だって美味しいんだもん。し映画館行ってチロス買うっていう経験やりたいだろうって思って。そう、後悔などせぬ。ああ服が甘味に染まっていく。だが決して後悔はしないぞ。負けないからな。これもまたカブラキの選んだ道って思いながら噛み締めてる。そう、二言はない。このカブラキ、一度選択した以上やらなきゃよかったなどという言葉は絶対に吐きたくない。これも覚悟の上で買ったはずだろって思いながらね、受け入れてるね。そうだね。って思います。じゃあ次の話題カード引こうかな。デミグラスソースの話が出ました。じゃあデミグラスソースの話するか。いっぱい喋っちゃった。わはは。デミグラスソースな。
あのさ、かぼらきさ、ハンバーグにかけるデミグラスソース好きなんだけど、オムライスにかけるさデミグラスソースはさ、待て、まだまだもっと磨けるものがあるような気がするって思ってね、デミグラスじゃないオムライスの方が好きだったりするって思うな。え、でもあの煮込んだやつ、ハンバーグにデミグラスソースのうまさはね、マジで思う、マジでうまい。そう、かぶりきケチャップ派かも、オムライス。あのデミグラスオムライスも美味しい、わかる。ただどっちかしか選べない、もうどっちかしか助けられないぞってなったら、かぶりきはあのケチャップさんの手を取っちゃうかもしれないなって思う。うん、とかね、そう、ハヤシライスになるじゃん。だってオムライスのデミグラスソースってさ、ハヤシライス風味になるじゃん。でカブラキの中の、いやそれはそれでさすごい美味しいと思うんだけど、カブラキの中のオムライス像はさ、ハヤシライスとは別の引き出しの中に入ってるからさ、そこ勝手に近づかれると、そこ繋がってたんって混乱するんだよね、脳みそが。わかる？その味としての評価じゃなくて、キャラの解釈としての評価になるんだけど、え、そことつながってたんか我ってなって混乱するの、カブラキーのキッズの脳みそが。カブラキーはオムライスはメイドさんがさ、萌え萌えキュンって言いながらさ、ケチャップで文字を書いてくれる、あのビジュアルのものだと思ってたのに、急にカブラキーの中でさ、シチューとかと同じ枠に入っていたさ、ハヤシライスさんがチーズみたいな感じでさ、顔出してきて、あ、こいつ幼馴染なんすよみたいな顔してくるから、そこがみたいなビビり方をしちゃう。未だにビビる。そこでも美味しいよ、若いよ、若い味は申し分なし、味はめっちゃうまし。って思うね。うん、だね。もうさ、だって何にでも対応できちゃうじゃん、オムライスさんとかさ。もう味変というかさ、バリエーション無限大じゃん、すごいよなって思うよね。カブラキはね、チーズっていう食材がとっても大好きだから、チーズが入っておるオムライスがあるとね、じゃあチーズが入ってるやつにしちゃおうってよくやっちゃう。ね、全部うまい。チーズがかかっててうまくないことないんだから、ほんなうまくないことないんだから。えよ、って思うね。です。全然デミグラスの話しないじゃん。デミグラス？デミグラスソースってあれさ、どうやって作んの？カブラキさ、最近さ、最近ってかさ、カラメルソースの作り方をさ、結構前に習得して、で最近さ、カスタードクリームの作り方をさ、知ったの。あ、なるほど、カスタードってこうやるんだっていうのを最近学んだからさ、いろんな美味しい液の作り方の興味があるんだけど今。そう、ワインと醤油とケチャップ、ベシャメルソース、ベシャメルソース、あ、でもなんか野菜の旨味が溶け込んでるっていうよな。
はい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 。なんか煮詰めてるような、いろんな野菜を煮詰めてるイメージ。なんか人参とか玉ねぎとかクタクタになるまで入ってそう。ふんふんふん。あ、家で作るんだったらケチャとソースでなんとかなるのか。はい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 。醤油は多分ちょっと隠し味的な感じで入れると引き締まるんだろうな。ふんふんふん。まあ醤油なくてもいけるか。ほう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 。ロコちゃんシュークリームもカスタードだけ吸うのどう思う？勝手に吸いなよって思うよ。ああカスタードクリーム好きなんだねって思うけど、なんか相手にカッコつけたい時にはやらないかなって思うな。好きに吸いな。でもあ、カブレキの前で吸うってことはカブレキのことを絶対に好感度が揺らがない相手として認識してるか、なんかもう気を使う相手じゃないっていうところに入れたのかなって思うな。そうじゃない関係性でやられたらちょっとなんかすごいなって思うかもしれん。小麦粉をバターで炒め続けて茶色にしたソースにフォンドボーを加えたのがデミグラスソース。フォンドボーって何？フォンドボー、あ、そう、なんか出てきちゃったクリームをさ吸ってさ、難易度下げるのはさまた別でしょ。それはカブレキが想定してるのはそのシュークリームをの隙間穴みたいなところをさ、口にさつけてさ、ズゴゴゴゴゴゴってなってやってさ、中身をすべて吸い出す勢いの話のことを話してるからな。洋風の出汁みたいなもん、牛肉のエキス的な。はえー、なるほどね。シュークリームとフォンドボーの話が平行で進んでるぞ今。主に牛肉と野菜の出汁。はい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 。はえー、おもろいな。あ、ブイヨンとかコンソメとかの牛版なんだろうな、牛野菜版なんだろうなって思うわ。はい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 。ってことはなんかめちゃめちゃ煮込むんだろうな。うん。フランスなんだ。うわあ、料理っぽい。あせー、あせー。わあ、フランスっぽい。フランスってことはさぞはなんか料理としてなんか優秀なアイテムなんだろうな。ほえー。やばい、知識がない。さっきあんな饒舌に喋ってたのに今はえーっていうことしかできないでいる。マジで料理知識としての料理全然ないな。はあ、小麦粉って炒めたら茶色になるんだ。それあれじゃん、鍋のさ焦げを吸収してるんじゃなくて。違うよな多分な。いける。だってフライパン小麦粉炒めるのなんかさめったにないぜ。あのさパスタのさソースにとろみつけるときに小麦粉にも一応火を通しておこうねみたいな聞くけどさ。パンを焼いたら茶色になるのと一緒？え？じゃあ小麦粉をさオーブンにパッて入れてさペッて焼いたら茶色になるんか？じゃあなるんか？
この世のものってもしかして大体燃やすと茶色になる？なるんだ。はい、そうなんだ。家でプリンは作るよ。プリン作る。カラメルソースとかは作るけど、でもプリンに小麦粉って使わんやろがい。なあ、おい、カラメルソースの加減むずいんだぞ。あー、黒くなったりもする。ふーん。そう、かぶるきパンを茶色にするのは卵だと思ってた。バケツプリン作る。かぶらきバケツプリンをさ、あの友達のお誕生日をさ、なんだっけ、そう、ラブホ女子会をしようってなったことがあって、友達となんかもうこれで俺らは大人だってなったから、その18歳成り立ての時にさ、あのラブホ女子会をしようって言ってさ、ウキウキでさ、友達とラブホ女子会をして、その時に行く前にドンキによってさ、ありったけのおもちゃを買い込んだの。その何、あの膨らませるさバルーンとかさ、あの何、味がするシャボン玉とかさ、バケツプリンも買ったし、なんかボドゲも買ったし、なんか何、こうわかる、こう下手に間違った歯を押すとさ、ガシャンってやってくるさ、あのやつとか、ウノとか、あとなんだっけ、ボールとかもいっぱい買ってさ、え今あのワードチョイスがすごいスレスレを走ってたね。膨らますバルーン、あれだよ、なんかさ18とかの数字にストローを刺してフーって息かけるとさ、あの金のさ1とか8とかの数字が立体的にさ膨らんでさ、それをこうなんか写真で撮ったりとかよくするじゃん。わかる？あのよくさ女子がさお誕生日会とかでさ手に持って写真撮るやつ。そう、ピンク色のさ中にラメラメが入ったさ風船とかさ、そうパーティー用の飾り付け用のやつ、そうとか、クラッカーとか、なんかありったけのアイスとかを書き込んでさ、今日は遊びまくるぜって言ってさラブホ女子会をしたことがあるんだけど、うん、でなんかそこであのバケツプリンを作ろうっていう会をしたんよ。はい、そうあとあれも買った、なんかあのあれなんだっけ、ヘリウムガスで声が変わるみたいな遊びとかして、ラボホでなんかさ、お互い実家だったからさ、その二人っきりでキャーキャー夜通し騒げる場所で、なおかつこう何、朝までいても怒られなくて遊びまくれて、でこうお風呂もトイレもあるし、こうレンジとかも全部揃ってるってなるから、ラブホがねちょうどいいっていうのと、あとラブホ女子会ってワードに憧れがあってね、そうやって、2人だとなんか親友だったから、いや今も親友だけど、そのマジそういう遊びができるのこの2人しかいないっていう友達だったから、なんかその子と一緒に行って、なんかバケツプリンを作ろうっていう会をしたのよ。うん、でもその時にカブレキたちはさ、これでもうバケツプリン作り放題だぞっていうキットをね買ったんだけど、いざラブホ行ったらさ、あれがないの、何、コンロがなくて、まあ、コンロがあるとは思ってなかったんだけどさ、そのバケツプリンを作るにあたってさ、牛乳をたくさん加熱しなきゃいけないことが発覚してさ、えこれ牛乳をおい、これ鍋にかけないといけないらしいぞって思ってえ、鍋にかけなきゃいけないの、どうする、なんもないぞ、えどうするって思ってでもはやばい、せや思いついたでって言って、あのレンジ、電子レンジの中に
入れて30秒加熱して出して混ぜてまた入れて閉じて30秒加熱して取り出して混ぜてまた入れて30秒加熱して取り出して混ぜてみたいな荒療治で挑んだことがあって、でその結果完成したのか、果たしてバケツプリンはバケツプリン足り得たのかと言いますと、なんとできたんですうまくいったんです。それでそうなんとかなって、それでだもうクソデカ巨大バケツプリン完成じゃーって言ってさよっしゃーって言ってさあのそのプリンの周りでねひとしきり踊ったりなんかしてね、うん、買ってきたあのアイス食べたりとか、あのチョコスプレーっていうあの色とりどりのさチョコの粉末あるじゃん、あれをねかけて食べたりとかしてね、あの美味しかったですね。仕上げの飯はどうした？あのねバケツプリン、ドンキで売ってるバケツプリンセットってね、そんな本格的なやつじゃなくてね、なんかもっとこう価格のありそれでね、本当に簡単にできるようになってるの。その加熱して混ぜて全部溶かして冷やしたら完成みたいな感じなのよ。多分ゼラチンとかがめちゃくちゃ入ってんだと思うんだけど、だからねー、いけました、いけました、超楽しかったパワーだぜ。そう、フル寒天プリンみたいな感じなんかな、わかんないけど、え、でも美味しかったからいいやって思って、もう美味しかったからいいやって思ってね、そうパンナコッタ的な感じになったはず。うん、なんか皆さんも不安な方がバケツプリンを作りたいけど場所がないよっていう人は、ぜひねホテルなんかもおすすめなので、視野に入れておくといいのではないでしょうか。お家で作ったら怒られちゃうよっていう人はぜひうん、だし風呂が光るのも実際に見れてテンションが上がりますね。風呂が光ってるぞってなるからでもコンロないよね、コンロはないね、うん、そうだね、だからコンロ、絶対にコンロが欲しいっていう人はやめた方がいいかもしれませんね。なんかレンタルスペースとか借りた方がいいのかもしれん、うん、ジャグジーついてた。なんかそこさ、女子会プランに力入れてるところでさ、すごいさ、部屋も可愛いしさ、お風呂もなんか大体のものが光るしさ、なんか入浴剤も取り放題みたいな感じだしさ、なんかデザートも一人一個持ってっていいよとか言われてさ、え、こんなんご機嫌になっちゃうかって思いながらね、楽しめましたね。おすすめです。ベッドは回転しなかったです。あと鏡張りでもなかったです。でもなんかこう岩塩、これお風呂に入れると温まるよっていう岩塩とか、こうシャンプーが選べたりとか、あと何、入浴剤も好きなの選べたりとか、もう何これお前にはリップをケアするクリームの個包装のやつもあげようねとか、なんかいろんなもうアメニティでもうとことんとことんくれんのよ、そういうの全部。うん、お風呂2人で入った、それはなんだろう、ちょっとゆり漫画の見すぎかも、普通に順番だよそう、マジで楽しかった、いいですねいやー、おもろかったね。だ多分ね、わかんない、これは株式の予想なんだけど、ラブホってさ、女の子の機嫌をさ取りに行った方がさ成功率が上がるじゃん。その女の子がテンション上がるような作りにした方が
全体的な成功率が上がるから、なんかこうすごい女の子が喜ぶものをたくさん置いといてくれてることが多いと思うのよ。うん、だから多分女子会の場所としても人気になるんだと思う。待って、これ楽しむのって別にうちらだけでよくねってなるからもうだからそれはアラボホ女子会流行るよなってカブラキーは思ったね。うん、っていう話。あ、ちょっと皆さんには難しい話をしてしまったかもしれませんね。あちゃあちゃちゃちゃこらじゃあ次の話題に行こうかなと。マスキングテープの話が出ました。今日もめっちゃ温めてるあ、カブラキが二次校でベンチなところ煽られた やるじゃん痛いとこついてくるじゃんま負けねえからな貴様マスキングテープといえばか俺今日もう喋りすぎて体ポカポカしてきてるから、もうベンチもあったかいよ、ホクホクよマステどんぐらい持ってるかな。でもそんなに、ちょっと待ってね。あ、カブラ、お、今すごいぶちゃいくな顔で止まってた。カブラキね、箱にしまってて、そんなにね、めっちゃ多いわけじゃないんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19しかないわ。19あるよ。まして。なんかポケモンの柄とか持ってたりする。あとなんかトランプ柄とかキノコ柄とか猫ちゃんの柄とかパーティーだぜみたいな柄とかある。そういう柄柄の可愛いやつはね結構少なくて、でも多いのはね、なんか無地とかシンプルななんかしましまとか。ましてそんなに使う、なんかね普段使うわけじゃないんだけど、たまにね使う時が出てくるから、そういう時にあるとめっちゃ便利。その何、お礼のお手紙渡しますよとか、母の日父の日にこう何ミニアルバムを作って渡しますよっていう時に装飾しないと寂しいなとか、これもうちょっとご機嫌にデコった方が多分可愛くなるなっていう時にマステ大活躍するな。うんって思うな。うん、そうとか、あとなんだろう、あーそれこそなんか最近はやらんけどさ、友達にさちょっとした贈り物するときにさ、何その手紙を留めたりとか、お手紙のやつをデコったりとか、こう袋にさちょっと飾りがあった方が嬉しいなっていう時とかにやったりするな。あ、そう、卒業シーズンとかさ、なんか出会いと別れがいっぱい増える季節とかにね、こういうのがあるとね、まるで女子力が高い人間みたいに見せることができるから嬉しいよね。工作とかにも使う。あ、でもたまにだな。あ、ネイルとかに使ったりする。自分でさ爪をさ塗るときにさ、一部分だけ色変える塗り方したいなっていうときに、マステの粘着力をめちゃくちゃ弱めて爪の上に貼って、でその爪の全部じゃなくて一部分にだけ貼るのよ。そしたらその爪のマステが貼ってあるところには色が乗らないからさ、上から塗ったときに。そうそうそう本当にマスキングするときにも使うね。うん、
で、ツートーンとか2色3色の爪を作れたりとかするんだよね。そうそうそう、あ、本来の使い方らしいですね、うん、ちゃんとマスキングする時もありますと。で、このねマステをねしまってる箱がねめっちゃ可愛いんだよね。これね、あのね、二次三次のね、チロルチョコと二次三次がコラボした時のセレジョさんのボックスに入れてんだよね、カブラキチロルチョコの。だからね、セレジョのね、皆さんがね、こうデデデンってね、表紙にいて、横のとこにチロール×二次三次って書いてあってね、缶バッジが1個入ってたりとかしたやつだから、このチロルチョコはさ、もう全部美味しくて食べちゃったんだけど、そうそうそう、缶バッジついてたやつ。だから、うんご先輩の缶バッジ持ってんだ、カブラキ。かわいいでしょ。そう、にしまってる。よいしょ。かわいい。イエイ。で、意外とさ、マステってさ、工作でこうガンプラ塗るときに使うとかいう人が多いんだなって、さっきコメント欄見てて思った。カブラキなんかそういう装飾用とかさ、ちょっとネイルするときとかしかないのかなって思ってたら、色塗るときとかに使うのか、なるほどねって思う。セロハンテープの代わりにしたりする。粘着力がそんなになくてもいいときだったらするけど、なんだろう、メルカリでなんか送りますってなったときに本体を留めるテープには使わんかな。何、ちょっとした中のお手紙の封を留めるとかだったら使ってもいいかもしれないけど、一番外の梱包には使わんなって思うわ。ですね。そう、デコレーション要素があっても、まあやぶさかじゃないなっていう時、付箋の代わりとかね、あるあるある。あ、それこそなんかピアノアコーディオンとか練習する時に、カブラキアコーディオンを練習したことがあるんですけど、そこに何、キーボード、ピアノの弦じゃなくてボタン式のアコーディオンだったのね、それが。で、だからそのアコーディオンのどのボタンがどの音、だからこれが、C だからこれがドで、でこれがレ、これがミ、これがファ、これがファソみたいなやつが分かんないから、それをなんか全部マステに書いて、マステを貼って識別したりとかしてた。そう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 、みたいな時にやってたな。でもあれはね、シールの方が分かりやすいと、蛇腹のやつ、そうそうそう、蛇腹でこう引っ張ったり押したりすると、ふわーふわーって音が鳴るやつ。あー、電源ケーブルの仮止めとかね。なるほどな、めっちゃいいじゃんそれ。天才かな。カブラキも使おう、それ。カブラキが考えたことにしようか。でもさ、それさ、ケーブル本体にさ粘着の成分ついたりしない？あ、そうそうそう、小学校の時鍵盤ハーモニカにやったりとかもした。やった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 。カブラキね、電源コードとかね、電源コード束ねる用のやつ使ってる。なんか100均とかにさあるの分かる？そのマジックテープが一部にだけ貼ってあって、ぐるっぴたっみたいな感じでさ、止まるやつ。あれをね、使ってる。結束バンド、違う違う違う、もっとなんかバリ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 って剥がせるやつ。で、可愛いやつ。なんかパステルピンクとかパステルブルーとかのさ、可愛げあるやつを使ってる。結束バンドじゃ、結束バンドカチ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 ってやってさ、一度締めたら離れないやんか。違う違う、バリバリのやつ。もっと簡単にマジックテープでバリバリって剥がせて簡単に止めれるやつ。あー、音に苦手、そういう人もいるだろうな、確かに。うん、カブラキの苦手な音ってなんだろう。マジックテープってあれ、ちっちゃい子の靴とかについてるバリ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 ってやるやつだよ。大丈夫、伝わる？ほら、財布の話をするな。あー、苦手な音。
人がやってる掃除機の音とかちょっと苦手かも。でその自分で掃除機かけるときはさ別に気にならないんだけどさ、その親とか自分以外の家族が掃除機かけてるときのあのガコンガコンガコンボーンみたいなさ、あの音が部屋の外からするとううーふーってなる。でもなんかあの頑張って頑張ってお掃除してくれてるのにこんなことを思って申し訳ないって思いながらなんかうーうーって耐えてる部屋でガコンガコンって何、あの椅子の間とかを雑にやるときの音ですねあるじゃん。とかなんか一旦持ち上げてもう一回床にさ下ろすときとかにさガションって音したりとかするじゃん、うん、ああいう時のねガチャガチャ音がね、そう壁に当たったりとかさするじゃん。ああいう時のね音がね結構苦手かも。かぶるき、そうブオーそのものはまだいいんだけど、ブオーの途中にいつガコガコガチャガチャがあるかが分かんなくて、なんかはあはあはあってなるかな。うん、でも一番じゃないかもな。日常生活の中に溢れてるから特に気になるだけかも。なんだろうな、苦手な音じゃないけどさ、電車乗ってる時とかにさ、あのたまにさめっちゃさうるさいやついない？あの人じゃなくて人じゃなくて何？わーうわーうわーみたいなさ鳴ってる時ない？なんかそのさあーって言ってるのかって思うぐらいさ人の声みたいなさ電車の音鳴る時ない？なんかわかる？そう連結部分とかさこうきしむ時にさあれ人？いや電車かみたいなさ音がさ鳴ったりせん？え、わかんない？え、でもわかってる人もいるよ。連結部分からかな、なんかほわーあーあーわーみたいなさ音するときない？たまにあんのよ。たまに赤ちゃんの声みたいな電車する、うん、音がする電車とかあんのよ。たまにふわーふわーふわーってなるさたまーに声に聞こえる音がするときあるの。電車乗るときって、そう出発するときとかさブレーキかけるときとかあんのよ。そう連結部分に近いと特にそう結構東京都心の電車に乗ってるとたまにあるぞ。あるよね、あるよね、そうだよね。モーターじゃなくてモーターの可能性もある。どこが鳴ってるのかかぶれ気味はわからないんだけれども、でも電車に乗ってるとたまに聞こえてくるよねっていう話あるな。よし、これでわかんねえよっていう人はね、東京に行ってありったけの電車を乗り継いできてくださいだからね、かぶらき電車乗るときなるべくイヤホンする、なるべくあのノイキャンついてるイヤホンして聞こえないようにしたりするかな。うんね、あー慣れすぎて意識してない可能性あるな。確かに、あ田舎の方の電車で鳴ってるイメージ。じゃあもう日本縦断の旅とかしようよみんなでじゃあ今ここにいるみんなで日本縦断の旅をして、あの電車の音が聞こえたらその電車の、はいこの音この音この音、え分かるでしょこの音だってっていうのがあの分かった瞬間に即終了の旅やろうよで青春18切符やろうよ、買ってさ行こうやなあえってかさあれ知ってる？
あの JR 西日本 JR がさ、今かなちょっと前かな開催してるのか分かんないんだけどさ、ツイッターで見、あ、X で見たんだけど、こう何サイコロを振って、でそのサイコロで出た目的地までの新幹線だったかながめちゃくちゃ安くなるっていうキャンペーンがあって、そうやってて、そう去年もやってたんよ確か。そうあんのよ、これめっちゃおもろいからみんなやって。なんだっけ、大阪駅を出発地点として博多とかなんかいろんなところへの往復の新幹線がめちゃめちゃ安くなるっていうのがあるの、そのサイコロの出目によって。ただどの土地が出るかはサイコロ次第みたいなやつがあって、で確か博多までの往復が一番安くなるのよ、だから一番お得なのね。明日の夜中までよしまだセーフだぞ。あそう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 、新幹線ガチャがあって、これねおすすめですよ。カブレキそれ去年行ってきたの、それ去年カブレキ挑戦してさ、それでねあの大阪から博多までのさ旅行をねしてきたんだけど、新大阪まで深夜バスで行って、で新大阪から大阪まで電車で行って、で大阪から博多まであの新幹線に乗ってっていう旅行に行ってきたんだけど、これマジおすすめだぞ。ぜひあの関西済みの人は、ぜひ関東済みの人も関西行きたいなっていう人はぜひサイコロ切符っていうやつです。みんな急げ、出たの、そう出たの、なんか一番お得な博多行きが出てさ、えー、やったーってなってね、ウキウキで行ったね。博多で何した、え、なんかラーメン食べたりとか、あとあの駅の階段がピアノの音みたいになってて、こう踏むとドレミファソラシドの音が鳴るみたいな観光地があったりとかして、そこを遊んできたりとか、ゴンチャ寄ったりとか行ってきたな。日帰りなんか確か1日から3日の間で選べるんだよね、その何日から何日、何日の行きの電車と何日の帰りの電車がいいですみたいなのが全部指定できたはず。うんだな。どこ行ったんだっけな、なんかいろいろ行ったんだけどね。2はうどん食べるんだ、はい、あいそうなんだ。往復で、そう往復で取れる、そりゃなんか行きっぱなしってわけにちゃんと帰りまで目でも見てくれるよあいいですよ。あのカブラキーはね、行きの深夜バスの中でねスマホを落としたせいでね、あの1日目のね大阪観光に全く身が入らなくてね、あの全然楽しめなかったっていう話があってえ、往復往復、あの旅行用の企画だからで、その一緒に行った友達に、スマホ落とした、あの深夜バス、あの夜行バスのさ会社にさ連絡して落ちてないですかって聞いてお願いって言ってで、ありましたよって言われて、本当ですか、どこに取りに行けばいいですかって言って、なんかわざわざさ新大阪とか大阪まで行ってさ、なんか、ちゃんとした会社のちゃんとしたオフィスビルみたいなとこ行って、本当にすいません、こちらは私の携帯で間違いございません、ありがとうございますって言って初めてスマホ落としたんだよね、それ。カブラキ人生の中でスマホ落としたの後にも先にもその1回だけなのに、なんでよりによってさその1回がさ新大阪なわけって思うよねびっくりしちゃったよね。うん、まったく。でもあの戻ってきてからはいっぱい楽しめたからとっても良かったですね。それも青春ってわけ、そういうこと。うん、だからそのやっぱ夜行バスの中でうたた寝しちゃって、降りるときに慌てて、あ、ここだここだって言って降りちゃったから、それだったなって思うよね。うん、
ですね。って思います。以上。あ、体バキバキにはなるけど、なるし、実際新大阪着いた時もさ、時間早すぎてさ、どの店も開いてないしさ、なんか結局ドトールみたいなところでさ、カフェ入ってなんかあーって言いながら目を覚ましてた。だけどその友達ともなんか良かったですね。なんかその友達さ、普段さ全然さ外出たりしない、めっちゃインドアの友達、おた友だからさの子だったんだけどさ、なんかその子が行きたいって言い出して、ほう珍しいこともあるもんだなって思ってさ、行ってきてたんだけど、なんかその結局出先でもさ、なんかもうちょいホテルでゆっくりしないとか言われて、おいお前旅行しに来たんやろかいって思ったりとかしてね、なんか全くこいつと旅行できるのかぶらきぐらいだろうなって気持ちになったね。なんかそういう全く俺がいてやらねえとっていう気持ちにさせてくれる女だこいつはって思いながら。思いましたね。うん。疲れちゃったのかな。そう、疲れて、でなんか博多行ったら何したいって聞いても、ラーメンとかいいんじゃない、分かった、じゃあ博多ラーメンを調べようね。でもどうせ電車乗り継いで遠くのやつ行くのは嫌でしょ、もうこの近くの方がいいな。じゃあ歩いて15分ぐらいのところに何ランキング3位ぐらいのお店あるから、そこでどう、15分か、はいはいはい行くよはい行くよはい行くよっつって、こいつほんまってなりながら行ってきたな。でもそのくせにね、なんかお土産とか買うってなると、カブラキなんか結構さ、その当たりかな外れかなわかんないけど、楽しみも旅行の醍醐味だよねって思ってさ、結構ね何買っちゃえみたいな感じで買ったりするのよ、その当たりか外れかわかんないお土産を勘で買ったりするんだけど、でもその子さめっちゃさ商品の名前パブサすんの、めっちゃお土産のその商品名をめっちゃX とかでさ検索しまくってさ、口コミとかをめちゃめちゃ調べまくってんの。何そんな調べてんのって言ったら、失敗したくないんだよねって言ってて、なんかこいつこいつほんまこいつほんまって。でも失敗しても楽しいじゃんって言ったんだけど、やだ貴様。私なんかカブラキーがその帰りのさバス停の場所とかさ調べてさ、でここで待ってたら夜行バス来るらしいぞ帰りのってカブラキーが調べて行ってんのにさ、なんか本当にここお前は何も調べずにカブラキーについてきただけやろがい。貴様合ってるよ。ったくこいつと旅行できるのカブラキだけだろうな。でもね、趣味がめっちゃ合うから好き、幼馴染だし、そう。楽しかったよ、楽しかった。でもカブラキはスマホを落としたからな。そうそうそう。
喧嘩したりしなかったな。なんか、おやおや、これはカブラキじゃなきゃさすがにピキリ案件ですぞっつってメガネクイクイってしたことはあったけどエアメガネをクイクイってして、おやおや、これをカブラキ以外の人間にやるとまずいですよって思って面白くなったりしたけど、まあでも喧嘩にはならんかったな。幼なじみ、小学校から大学まで一緒。マジずっと小中高大ね。それもね、なんか毎回高校受験の時も大学受験の時も、じゃあうちら志望校違うからそれぞれ別の道で頑張ろうなって毎回毎回違う道に向かって歩き出して、結局なんかなんだかんだあれお前もみたいな感じになってるタイプだから、マジ腐れ縁なんだよなって思うわ、ね、米津のライブもそのこと行こうへへへへへ。だねって思うね。別に大好きとかじゃない、別に好きとかじゃん、別にそんなことないけど、ただ誕生日祝うだけだし、別になんだし、別にたまにしゃぶしゃぶ行く会をするだけだし、別になんかそのこんち行ってなんかスマホを3時間とか5時間ぐらいダラダラいじって、じゃっつって帰る回とか別にしないし別にないけどね。はい、ということで、何しに行ったんだっけ、なんか借りてたもん返しに行ったりとかしただけだな多分。だなー、そんな感じです。お題なんだったっけ。お題はね、マステの話ですねてか待って、もなんだかんだ4時半じゃん、カブラキ4時半ぐらいにやめようって思ってたから、ちょっとちょうどいいぐらいのとこだし、この辺でやめとくか今日は。うん、明日から15連勤やば、元気出して頑張ってね。あ、JR 西日本サイコロ切符好評発売中、旅行好きの皆さんはぜひ。しんどいね、カブラキも来週収録とかお仕事いっぱい入ってるから、お互い頑張ろうね。うん、マジで辛いな。このあと17時からはね、二次三次高校が出演する二次三次甲子園決勝戦がございますので、チェックしてみてくれよな。あとその二次三次甲子園でもう熱がね上がって、わあ暑くてたまんねえぜ、こいつはもう風邪をひいた時並みだなっていう人は、あのカブラキの看病ボイスもね発売中ですのでね、よろしければチェックしてみてください。と、明日はカブラキの配信はなくて、なんかディーラーカブラキが代わりになんかやるそうです。よくわかんないですけど、はいね、自然な宣伝もかましていこうということでかな。あとなんかこれを聞くために風邪をひかなくちゃいけないっていう人たちがいますけれども、そんなことはしないでください
気持ち、あの仮病を使ったカブラキと同じぐらいでとどめておくことはおすすめしておきます。はい、ということでここまでご覧いただきありがとうございます。あ、よろしければチャンネル登録、高評価、 X のフォロー、通知ノットとしていただきますと幸いでございます。スーパーチャットありがとう。活躍祈願スパチャということでね、出番あるといいなって思っておりますが、あの出番がなんかこう、カブラキ使え、カブラキを使え、カブラキ使わないのというあのコメントは控えていただけますとね、まあまあみんなだったら大丈夫だろうなとは思うけど、うん、あったらいいなぐらいで考えております。やっぱもうあの子を滅して主となすみたいな感じで生きてるからあのチームが勝ったら嬉しいな、ドキドキって、あの手汗をびしゃびしゃにしながら見させていただいておりますので、みんなも楽しんでくれよなという気持ちでございます。ではなんか思ってる、カブラキなんなら 1,2 時間で終わろうかなと思ったけど2時間半喋っちゃった。はい、ではここまでお付き合いいただきありがとうございました。あつらかでした。カブラキロコがお送りいたしました。おつらかでした。いってらっしゃい。ガムトークおすすめです。皆さんも買ってみてはいかがですか。球場で会おうぜ。じゃあね。